プライムリッツ秋田の蜂須賀浩二です。自分の人生の歩みを見てください。キックオフ秋田スタートです。こんにちは、 AAB アナウンサーの金井哲馬です。今週のキックオフ秋田は明治安田 J2 リーグブラウブリッツ秋田の試合からお伝えします。3位のファジアーノ岡山をホームに迎えての一戦でした。ブラウブリッツ秋田はボールを奪ってからの素早い攻撃でチャンスを作ります。畑純喜の強烈なロングシュートは岡山のゴールキーパーに弾かれてしまいます。前半30分にはブラウブリッツがピンチを迎えますが、ここは守護神加古井健太郎がビッグセーブ。前半を0対0で終えます。後半に入っても主導権はブラウブリッツが握ります。畑のフリーキック、佐藤大輝のシュートはクロスバーに跳ね返されます。途中出場の青木翔太が敵陣深い位置でボールをキープしてためを作ると、中村亮太のクロスに佐藤。岡山との試合はスコアレスドローに終わりました。強度ある日常から選手は強くなる。応援してくる皆様の心に応えられるように、日常、試合、挑戦を積み重ねていきたいと思います。明治安田 J2 リーグの順位表です。ブラウブリッツは順位を2つ落としましたが、6位との勝ち点差はありません。続いては選手がどのようにプロの夢をつかみ現在に至るのかをたどるプレイヤーズヒストリー。今回はベガルタ仙台から加入した蜂須賀浩二選手です。自分が死ぬ時とかに思い返しても、一番大きな出来事は契約満了だったんだろうなって思うぐらいの出来事だと思います。ベガルタ仙台一筋で現役生活を終えるつもりでした。ミスターベガルタになる、ワンクラブマンとして一つのクラブに生涯を捧げるつもりでした。しかし33歳、人生最大の挫折。契約満了を伝えられた時は、人生で一番辛く辛い時間でしたが、優しいチームメイトに支えられて、絶望の淵から救ってくれた仲間とは。仙台の蜂須賀が秋田にやってくる、そのニュースは驚きをもって伝えられました。まあ満了って告げられた時に、このままじゃ終われねえだろっていう答えが返ってきたので、絶対見返したいっていう思いで。振り返ればいくつもの挫折を乗り越え今があります。栃木県出身、小学生の頃はナショナルトリセンに選ばれるなど、点取り屋として頭角を現していました。もうわがままな、俺にボール持ってこいっていうぐらいのストライカーでした。自信はあったんですけど、中学校ぐらいはそれが過信になってたなっていう。なんかその中学校の時はただモテたいみたいなその付き合いとかはなかったんですけど。初めての挫折は中学生の頃、自信を持って受けた関東の J クラブや強豪高校のセレクションはことごとく不合格に。サッカーと勉強を両立した高校時代、またしても第一志望の大学受験に失敗。今思うと本当落ちてよかったなっていうのは、本当に落ちてなかったら今ここにいないし、多分プロにも絶対なれてないなっていうのは思うんで。恩師に勧められて進学した仙台大での活躍が、同じ仙台の J クラブベガルタ仙台のスカウトの目に留まりました。
大学4年で特別指定選手として登録。東北のビッグクラブ、当時 J1 の舞台でプロ1年目から出場機会を得ます。サイドバックとして精度の高いクロスでチームを勝利に導きました。ここで現役生活を全うし、引退後もクラブに残る、そんな未来を描きながら過ごした12年間でした。ベガルタ仙台で引退をして、今度は自分が裏方としてチームを支えていけたらすごい幸せなんだろうなっていうのは勝手に頭の中で考えていましたが、契約満了を電話で伝えられた時、偶然一緒に食事をしていたのは同い年の元日本代表斉藤学選手でした。で、学は、まあ、ワンクラブマンになる、なり得る選手でしたけど、でマリノスからフロンターレ行ったり、で海外も経験して、いくつものクラブを渡り歩いた斉藤選手が八塚選手に伝えたのは、ワンクラブマンって外から見たらかっこいいけど、いろいろなクラブでいろいろな経験をした方が人生にとっては絶対に深みが出るよ。学ぶに救われましたね、はい。ワンクラブマンとしてのこだわりが消えた頃、秋田からオファーが。今すごいワクワクして楽しいっす初めての移籍を経験して気づいたことがあります。やっぱりそこの挫折を味わっても、何クソと自分の信念貫いて自分の人生を歩んでいくと、その挫折が自分を成長させてくれたなって思えるきっかけに変わるというか、50代60代とかになった時に振り返ると、わあ来た、楽しかったなっていう、もう想像できます、そう言ってることを、はい。小学生がブラウゴンと交流したゴン。ブラウブリッツのマスコットブラウゴンが小学生と交流、校長先生がきっかけでイベントが実現しました。ブラウブリッツのマスコットブラウゴンと、元秋田の選手でチームのクラブコミュニケーターを務める前山恭平さんが、秋田市の外旭川小学校を訪れました。サッカー部の子どもたちはブラウゴンや前山さんとサッカー対決をして楽しみました。とてもね、嬉しいです。6年間サッカーやってるんですけど、こういうこと一回もできてなかったので、今年最後の年しっかりできてよかったです。今回イベント実現のきっかけとなったのは、ユニフォームを着た校長先生の存在があります。これがブラウブリッツの鈴木ひなせ選手のサイン入りユニフォームです。交流だから毎試合見ております。ホームゲームもそうなんですけども、行けるところであればアウェーの方にもお邪魔しております。秋田のもうチームと、秋田のマスコットということで、子どもたちも身近に感じていたんじゃないかと思ってます。地元プロサッカーチームとの関わりを作ることで地域愛を育んでほしいという思いから実現した今回の交流。県内の小学生以下の子どもを対象に、リーグ戦のホームゲームが無料になるキッズパス発行の取り組みをするブラウブリッツは、ゴールデンウィーク期間中、子ども向けのイベントを多く行うことにしています。ブラウブリッツ秋田、ブラウブリッツが J1 のチームとホームで戦います。
明治安田 J2 のブラウブリッツ秋田が24日 J1 の湘南ベルマーレと対戦します。 YBC ルヴァンカップの2回戦、会場は秋田のホームソユースタジアム。24日はスタジアムを青く染めて秋田を応援しましょう。ブラウブリッツ秋田は来月18日アウェーのモンテディオ山形戦で秋田サポーターのバスツアーを復活させます。秋田市役所を出発して午後2時からの山形戦を観戦する日帰りのバスツアーです。詳しくはブラーブリッツ秋田のホームページをチェックしてください。ブラーブリッツは明日10位のジェフユナイテッド千葉とアウェーで対戦します。千葉との勝ち点差はわずか1、上位進出へ絶対に負けられません。キックオフ秋田、また来週。